まあ過去はそんな感じやったかな。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、ということで出発。さて今回は、お、はい、めぐちゃんとくるみん、はい、キャンディーさん、さあこの4人で行こう。おし、ってことでここ目的地ね、最後の最後でたどり着くっていう最初にあっこ普通に行っとったらそのまんま一発で行けたんやんねなんかめちゃくちゃ回り道をしてしまった。素晴らしい工場だなここは。さて宝石宝石っと、あ、何、あー、顔が、なんだなんだ、顔が取られそうな予感みたいなあるん全くわからんけど、ロボサンズ、そう、もうなんか速攻でモンスターにされてしまった。さあ戦っていこう、力を貸すよ。いやーもう今ね、くるみんが見た目がちょっと見た目がちょっと大変なことになってしまってるから、早く綺麗な格好をさせてあげたいのだけれど。お、神の力の目覚め、守りのふりかけの力が目覚めた。守りのふりかけの力、ふりかけた身が1回だけダメージを受けない。ほうほうほう、狙われておるな。放っておいたら大ダメージの攻撃を受けてしまうぞ。だが安心しなさい、守りのふりかけでダメージを打ち消せるのだ。狙われたら守りのふりかけ覚えておきなさい。ほっほっほ、一人一回ずつってことん、そういうこと、あ、そういうことか。あ、でもなんか、え、5あるやん。ってことは5人分いけるけん、一人2回いけるやんね。さあこれでシールドが貼られて、シールドが、いけい。いや、キャンディーさんはね、魔法攻撃をしてくれないと打撃は弱いからまだ必要ない。あ、怒っとったやんめぐちゃん怒ってしまったやん。おー、いいね、これで完璧にダメージを何も受けんってことやろ。ダメージ減少とかじゃなく、めっちゃいいやん空焼き、いけいけ。なんかあれ全然顔関係なくなっとることないほら、もう中に完璧に入ってしまっとるわけやろ。あ、キャンディーさん体力が、猫パンチ、何今一瞬出てきたの、体力あとちょっと、多分多分あとちょっと、まだまだ全然な感じ、もしかして。避けて、おー、お見事。さっきちょっとね、めぐちゃんくるみにイラッとしとったけど、今のできっと大丈夫やろメガキュア、ありがとう。お、スキレベルアップ、こんな時に心から好き。二人は敵討ち2を覚えた。復讐の一撃がもっと強力に、絶対に許さない、覚悟なさい。結構耐えるな相手お、充電完了、やめてやめてやめて、ちょっと なんでこの二人なぜこの二人のことをいつも狙ってくるの。やっぱりあれなんかな、一回だけなんかな、守られるのは。一応まだ3つ、3回分残っとるわけやん。それでもやっぱダメなんでしょうか。あ、いや、いけるよ、全然いけるやん。普通は別に1人1回とかじゃなくって、まあ、5回分あるってことか、普通にさあこれで、ふう、ギリギリやったね。あ、1回1回充電してあの強力なのを打ち寄るってこと。なるほど、充電中はあんまり攻撃を受けんとかそういうのあるんかな。なんか殻に引きこもった感があるけどさ。召し上がれ、あー、激辛料理。でもだいぶいいダメージ
いけ。まだまだな感じかな。あの攻撃でさ、一度に必ず二人が狙われるんやとしたら、もうあと一回分しか守りの振りかけがないけん。うわぁ。うわぁ、辛い。じゃみんなには耐えていただかんと。もしかして死神の攻撃並みに、一発でやられたりとかするんかな、あの技。やだ。普通に、やだ。みんな頑張って。耐えて。そして頑張って攻撃を加えて。お、やっつけれたかと思ったのに。ありがとう。覚悟なさい。まだまだだな。お、ありがとう。あ、全員じゃなかった。あ、やった、いけた。ふう、なんとか守りの振りかけは一つ守りきったね。やったぞ。イエイ。頑張った。頑張ったよ。お、特上ロボドリンク激レアゲット。さあ、あっという間にサンズの顔も取り戻せて、よかったよかった。はい。助かったのか？うん、助かったよ。助けたよ、ちゃんと。ロボット学者がロボットになるとは、なかなか興味深い体験であった。記憶はあるの？それはそうと。この辺に、これかな？お、あ、それだ。花の宝石をゲット。持っていきなさい。ありがとう。ま、君のじゃないけどね。サンズのお願いを叶えた。ついに宝石が4つ集まった。やったー。これで超魔天楼に入れるのか。ドキドキしてきた。しっかり準備して行こう、超魔天楼へ。さあ、いよいよ、いよいよやん、超魔王との戦い。食べた HP バナナが90本になったので、神の力の目覚め。HP バナナの効果アップ。HP バナナの回復量が40から50になった。HP バナナをたくさん食べて新たな力が目覚めたようだな。HP バナナは不思議なことに、食べれば食べるほど効果がアップするのだ。次は120本食べたらさらにパワーアップするぞ。どんどん食べなさい。ほっほっほ。お、好きレベルアップ。ゆいかさんとりみちゃん。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくて、いつもより頑張る。敵へのダメージアップ。さあ、ということで、料理を。はい、お任せ。どうした？あー、結構な人数がちょっと。お亡くなりになってしまっているのね。なるほど。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ハンドステッキをください。これは誰？リミちゃんかな。これは結構当たりそうな感じじゃない？あ、当たる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 。止まれ、お願い。おー、やったね。多分リミちゃんやと思う。ですよね。合ってる合ってる。ハンドステッキっていうか、ただの指示棒みたいな感じやけどね。これで魔法出すんかな。はい、そして、お小遣い。ゆうかさん闇のだが、よし、これを。なんでこのタイミングで MP 飴を買ってくるの？いらないでしょうよ。お釣り、お。はい、そして、プーさん、ミサイルの弾。ちゃんと買ってきてね。うん、オッケーオッケー。結構みんなさ、ちゃんと言ったもの買ってきてくれるけん。じゃ、こんな超魔天楼に入る直前でね。直前でそんな、冒険されましても。はい、魔法文字のロープ。
かわいい。どうかな。この色が私的に何色っていうかわからんけど。はい、そしてフィッコーちゃん。はい、ヒーローの花。周りはあれハート？いいね、なんかヒーローの花とか意味わからんけど、ピンク結構いいかも。何戦隊なんやろ。はい、そしてキャンディーさん、ヒーローの衣。よし。ここは、ここは、どうかな。ピンクが可愛いって思ってしまうけど、ピンクでいこう。いや、可愛い。あのピンクなんか可愛いよね。好き。戦隊もののピンク。お、ヒーローが3人に。ヒーローが3人になったよ。さあ、ここは。やっぱりピンク可愛いな。でも、どうだ？ここは、青にしよう。はい、ヒーローのエプロン。さあ、ということで、出発しましょうか。次はもう、超魔天狼に行くのかい？お、リミッちゃん、はい。お、プーさん。はい、フィッコーちゃん。よし、じゃあこの4人で行こう。とりあえずみんな何かしら、防御とか、攻撃とかアップしとるけん大丈夫。ちょっと待って、ここじゃない。ここじゃない。ここじゃないです。ちょっと待って。この上ね。はい、超魔天狼。乗り込もう。超魔天狼の宝石が集まったよ。なになに？これで超魔天狼に入れるんだ。そして超魔王を。超魔王マリアをやっつける。マリアってさ、アイナの友達なんだよね。まあ、過去はそんな感じやったかな。そうだよ。君は友達と戦えるの？もちろんそれが必要とあれば。そっか。超魔王は本当のマリアじゃない。私はやるよ。覚悟を決めてるんだね。うん。時には心を鬼に。じゃあ降りるよ。お願い。頑張ってアイナ。これ動きよんや。なんかその場で止まっとるようにしか見えんねえけど。お、超魔天狼に着いた。さあ、乗り込みますか。この不気味な宝石たちをはめて。宝石4つ確認 OK。ついにこの時が。めっちゃワクワクしよりやん。穴に宝石をはめると、超魔天狼の扉が開く。やったー。おー、開いた開いた。さあ、行こう。行くよー。お、とりあえず次のところで何かしらイベントがあるっぽい。これが超魔天狼。なんかおしゃれな感じやね、すごい。ステンドガラスが。いっかー。なんかちっちゃい宇宙が、かわいい。かわいいよ。むははは。この声、超魔王マリア？久しぶりだな。俺に会いに来てくれたのだろう？果たしてここまでたどり着けるか。お前の力、見せてもらおう。そうだ、一つ教えてやる。この塔に懐かしい奴らを呼んでおいた。再会を楽しむといい。むははは。声が消えた。行こう。懐かしい奴ら。過去に戦った人たちとかそういうこと？また顔奪われた誰か。仲良く行こう。逆にね。何の逆？なんかさ、結構さ、逆にねっていう人いっぱいおるけど、何の逆かがよくわからんねえな。私も結構使いよったけど、中学生ぐらいの時とか。
何の逆なんてめっちゃ親に言われよった気がする。先見られよー。お、いけ。あね、このパーティーにはね、アイナとピッコーちゃん二人のヒーローがいるから絶対強い、大丈夫。余裕だった。だいぶ余裕やったね。やばかったね。むしろ、えって感じだった。拍子抜け。わあ、あくびの連鎖が。そして、全く同じタイミングで寝るっていうね。体力回復するのはいいことだ。靴に石が入ってるような。ピックルには内緒。別に言っても大丈夫よ、それぐらい。クーファイヤーデーモン。めっちゃムキムキやん。いけ、メガハイトニング。一匹目はだいぶダメージ与えれたけど、二匹目当たったとこはなんかね、半額ぐらいになっちゃったね。半額額じゃないわ。ダメージ量が。くれる？お、気にしなーい。お、いいやん、いいやん。いいね、みんな。メンタル強いね。メガファイヤー。ありがとう、プーさん。結構楽に倒せるかな、ここの敵たちも。お、それってビッグエコンで。あれよね、でかくした、でかくしたからだいぶ強くなったはずやのに、なんかそうでもなかったんやけど。これは攻撃力が低いということですか、もともとの。リミちゃんしっかりして。リミちゃん、もうおしまいじゃないよ。ちょっと待って、みんなしっかり。あ、私だけはマイペースだから大丈夫と思ったのに。大丈夫だから、大丈夫だからね。ああ、ダメだ、全員が不安だ。やってられない状態やね。みんなほら、怒ってもないことをね、そうやってビクビクしててもしょうがないから、とりあえず足を引っ張るのはやめよう、みんな。お、回復。あは、そうやって全員が全員の邪魔をしていくパターン。お、でもみんななんかプーさんにしがみついてさ、その途端に不安が解消されていくよね。プーさんの包容力すげえ。お、楽勝だった。あっという間につきそう、ここも。ひいひい、はあはあ、大丈夫かい。はい、開けます。ゲーム券を1枚ゲット。てっ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 て、ついた。お、皆さん復活。そしてもうどん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 スキルレベル上げていこう。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。ちょっと気になる。二人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。はい、それじゃあ料理をお任せで。さあどうだい。やっぱまあ結構好き嫌いはあるかな。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ボロボロの衣、ボロボロの衣。これはこれはレミちゃんかな、まあ、とりあえず集めるためにください。止まれ。おおー、ギリギリ。めっちゃギリギリ。あ、キャンディーさんか。なるほど。は
はい、それじゃあこの辺で行こう。はい、そしてお小遣いは、あ、くるみん服装変えたいけんな。ちゃんちゃんこの猫、よし、これで買ってきて。なんでなんで MP アメ買ってくるん。防御力を元に戻したいでしょ。はい、そして、あ、じゃキャンディーさん神秘の衣買おう。なんでエスピファラなの。ちょ、みんな大丈夫、ボケてない。みんなボケすぎじゃない。はい、それじゃあプーさん、ロケットの弾を買ってきてくださいまし。うん、よしよし、そこは大丈夫ね。はい、持ちます。はい、そしてミラさんのハートの強さ、一気にラブリーになる。今すごいね、みすぼらしい格好しとるもんね。さあ、これで、やっぱ一番最初のかな、ピンク。はい、はい、そしてリミッツァーの陽気なローブ。はあ、これでお金がなくなってしまった。61ゴールドしかない。はい、それじゃあこれを着ていこうかな。ちょ、待って、どれがいい。特にって感じかな。じゃあこれでいこう。こういうくすんだ系の色好きかも私。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、なんか動画外でいろいろとお金とかも集めてしとったけん、だいぶ強化できたんじゃないかなとは思うけど、どうかな。たどり着くまでにもっと強化できるかな。